毎日ブログ生活919日目、ロシア選手団の五輪シューズが葛飾北斎の絵画をモチーフにしたことから、北斎の絵画を修復するのに欠かせない接着剤を紹介しました。昨日は3人の人に痩せたねと言われて、晩ご飯はお腹いっぱいに食べた。久留米でボンドを専門に販売している末新こと末安新次です。今日も張り切ってお願いします。北斎を救う接着剤とは。オリンピック関連のニュースが多くなってきましたが、ロシア選手団の五輪シューズは葛飾北斎の波をモチーフにしたようだ。東京オリンピック・パラリンピックに出場するロシアの選手は335人の予定です。ロシアは組織的なドーピング問題で国としての参加が認められず、潔白が証明された選手のみが個人資格で出場するとか、ロシア国旗の掲揚や国歌斉唱なども禁じているとのこと。今回のユニフォームはロシアと日本をモチーフを融合させたもので、特にスニーカーのソールラインは浮世絵師葛飾北斎の神奈川沖波浦にインスピレーションしたものである。なかなかいいデザインですよね。今回の神奈川沖波浦は北斎が手掛けた富岳36景の一つ。大きな波というロシア語に訳されて、ロシアの人々に広く愛されています。五輪とはこのような取り組みが意義ですよね。国同士は争っていても、五輪ではお互いをリスペクトして競技を通して全力で戦う。葛飾北斎も飛び跳ねて喜んでいることでしょう。北斎の絵の修復には日本の伝統技術である天然素材だけで作られたニカワが必要だ。ただニカワの製造技術は昔から秘密にされている。何を使ってどのような工程を経て作られたのか明らかにされていないんです。天然素材だけで作られた接着剤が何とか作れないと、そこで考えられたのがニカワを原料したニカワ接着剤です。ニカワの接着剤は腐りにくく、カビも生えにくいという利点があります。壁紙の接着剤だけでなく、木材の家具の製造にも適していて、幅広く使ってもらいたいものです。天然素材だけを使って作られるニカワ接着剤なだけに、大量生産ができないのが難点のようです。今日の一品です。モラッド体操の北さんがボンジョイがプレゼントしたレジンをきれいに表札にしてくれました。いい感じに仕上がっている。素敵。モラッド体操はこちら。ではまた。末新でした。